入りたまえ。ま、座りたまえ。なんすか。困ったもんですな、この態度ですよ、社長。困ったもんですね。君たち、なんで呼ばれたか、分かってる？いや、分かんないっす。え、自覚ないんだ。何回も同じミスして。君たち、やる気あるんですかね。甘えてるよね。甘えてる。トミー君に関してはね、もう仕事もしないでラーメン食べちゃうからね。頭悪くないんだけどね、言われたこともできないっていうね。これ使えないな、使えない、非常に使えない。高い給料払ってんですよね。これ給料泥棒だね、これね。給料泥棒、このレベルは。そうですね、じゃあもうやめますわ。やめんのか。やめちまえ。やめちまえ。我々は独立し、水たまり株式会社を設立します。必ず彼らを超える会社を作ってみせます。もし僕らが勝った場合、彼らに必ず謝罪会見をしてもらいます。ヒカキンゲームズ。はい、というわけで、ヒカキン製金株式会社 VS 水たまり株式会社の潰し合いです。イエーイ。潰し合い来ましたね。来ましたね。若い衆を潰すときは来ましたね。衆には負けてられんよ、これは。盛り上げますよ、僕らも。ね、もうこれ風格違いますからね。風格の違いですよ、もう。我々ね、人脈もたくさんありますから、はい、負けませんよ、これ。で、今回何で勝負するかというと、こちら、じゃじゃん、マチコロマッチというですね、まあモノポリーというか人生ゲームというか、資産を築いて目的となる建物を建てた方が勝ちっていうゲームでございます。まあお金稼いだ方が勝ちですね。で、ですね、ここちょっと、軽くご説明すると、デッキ、これ僕のデッキです。はい、社長のデッキ。これ社長のデッキです。社長さすが。そうですね、これこんなにたくさんのカードがあって、これをうまく配置していったり、していって競うわけです。で、運ももちろんあるんでね、運と実力すべてが、揃った人が勝ちということですね。ライブハウスとかさ、ゲームセンターとかね、いろんなものがあります。そして、一番下見るとね、これキャラカードってのがあるんですけど、これもデッキに混ざってて、これやるとね、こうなんだろう、例えばラッキーなこと起こったりとかね、そういうスペシャルなカードなんで、これも出てくれると信じてね。そしてこれね、これヒカキンいるんですよ、ここに。ほら、やっぱ外しちゃった、外さないよ。これヒカキンカードもあるんでね、これも使っていきます。解雇されちゃったね、今ね、社長なのにね。よし、行きましょう。じゃあ戦いましょうか。やってみますか、ね、お願いします。オッケー、行きますよ、フリーバトル。そして今回ね、2対2です。セイキン、ヒカキン仲間、はい、水溜りボンドもちろん2人仲間です。はい、グーで、短期決戦。それでは参りましょう、バトルスタートはい、来ましたよ、これ。フィールドでございますよ、これ。ここに立つのもランダムなんですね。そう、まず最初にみんなのね、建物がランダムである程度立ちます。立つわけですね。そう、で、これ一番真ん中の下にある3500っていう、このこれを立てれば勝ち。はい、はい、なるほど。さあ、これで最初のね、スタートが決まります。はい、さあ、おおお、私はやはり持ってるようだな。なるほど、よし、行きましょう。社長、はい、見ての通り、僕が右下青です。これ色分けされてます。右下ヒカキン青、左上セイキンちょっと緑、で、トミー右上紫、左下カンタ君はピンク、はい、で、これが建物にもね、色ついてるんで、もう建ってる建物もその人の色ですね。で、これ、これね、僕ここからサイコロ回すんですけど、これめちゃめちゃ分かりやすい。あの、3のところにグッドが出てるでしょ、緑で。これ3に出すと今得しますと。より儲かるということですね。そう。で、逆に7とか10とか出すとマイナス。すでに、水たまり株式会社の建物があるから、はい、そこの目を出してしまうと僕は損するって意味です。なるほど。いきます。では僕は3を狙っていきます。いや、キャラカードが使える。使っ
っていこうじゃないか。いきなり使いますか。おこれはヒカキンが使えるぞ。社長カード来ましたよ。これ社長カード1個目から1個目から、うわすげー、何出してるんですか。来ました。うわこれ全員からね100コインもらえます。さあ行きますよ。じゃあそうで、これサイコロね、回すときにタイミングがあって、で3に出したいとき3に合わせると出る確率が上がるそうです。行きます。おお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 ミラクルが出ると、絶対にその狙ったとこに、なるほど、一回外れてても外れててもない、また違うミラクルが出る。で、ここでカードを選ぶんですが、どれにしようかな。そう、これ緑は自分がそこに置いて次の時に自分でやんないともらえないんですよね。うんうん、青はそう、誰でももらえます。なるほど、その目が出れば、うん、はい、誰でもいい。で、これね、配置するところ今光ってるところなんですが、できるだけ自分の建物は固めて作った方がコンボが起きて収益率が上がります。うん、くっつくとね。そうですね、だからここら辺にやってみよう。右にこれあるんで、ここに置けば。なるほどなるほど、ちょっと右にあるんですよね、建物がね。はい、僕のターンですね。はい、お、来ましたね。カンタが考え中。はい、これまた見やすいですね。11、12を出すと得すると、カンタ君が、はい、400コイン。僕もキャラカード使います。おなんだ、ミラクルの確率が 30% 上がる。もう結構上がるよ。今時の若い者はすぐこういうの使うんだ。これね、甘いですね。使ってたじゃないですか。使ってたじゃないですか。自分のやつ使ってたじゃないですか。自分を使ってたじゃないですか。私はいいんだよ。サイコロ2つにして、はい、11か12狙い。いいね。サイコロダブルで振ることもできる。じゃあいきますよ。で、これ7と10が出れば我々ちょっと嬉しいね。赤出てるから。いや、ミラクル出ない。よし、銀山を。銀山、銀山、なんだ銀座、銀座建てた。銀が掘れんのこれ。そうでしょうね、これはきっと。お、次は聖金。私ですね、私ね、聖金は11、12だね、これ、ね、11、あの、ね、社長カード出てきたんで、これ使っちゃいましょうかね。めちゃくちゃ。わしのカード持ってんだね。社長カード、キャラカードですね、これ。全員から100コイン奪うと。やっちまいなさい。ええ、よし、これで300ゲットだ。これゲットしました、ね、わしからも取ってるからね。まあ、怒るもんですけどね。まあ、まあ、こ、こ、ですよね。ここの資産、あの、同じようなもんだからね。仲間やからね。そうです、そうです。よろしく頼むよ。ちょっと何やってんだ君。5じゃないか。あ、でも、お、でもいいぞ。いいんじゃないですか。あ、さあ、チームプレー。ちっちゃいわしがいるぞ。どこに立てるんじゃ。これね、9番のね、ここですね。お、後のコンボを考えました。お、確かに左につなげれば、はいはいはい、ね、横繋がりますからね、うん。で、今ね、聖金500コイン、わし950コイン。やばい。水溜りはまだまだね。じゃあ僕、キャラカード使います。おデッキから3枚引ける。うわっ、それね、いいね。組んだデッキですね。そう、正直これいいカードで一気にね、形勢逆転とかあるからね。3。いや、自分がマイナスですよ、それ。おナイス。なんでだよ。いや、簡単に。なんでゼロになる攻撃。自分たちでお金を。いや、でも100円でもらえるから、これしかなかったんですよ。ただね、このゲームね、こう後半になってくると、ほら、これね、今コンボ潰ししてきたの分かった、はい、そう、真ん中に入れて、3つ繋がんないようにするとかある、ね、だからクビにしたんですよ、私は。コンボしてくるから、わしの番だな。キャラカード使っていこう。かわいいな、まちこちゃん。選んだ施設の収入プラス 100% ってことは2倍になります。ここにしとこうかな。ほら、ま、じゃじゃーん。はいはい、銀座9出たら、聖金さんが1200になってるってことですね。おっ、そうですね。そっか、そうだから、どっちかが3500コインゲットした時点でもう勝ちなんで。そういうことですね、うん、どっちか犠牲で0コインでも勝ちは勝ちなんですよ。確かに。そうなった時にこのリストを見ると、9に止めると聖金が1200ゲットできる。うん、これは大きいね。そっち狙うか、サイコロを2個にして9に攻めようか、うん、グッドを無視していくスタイルじゃん。てやりゃー、止まった。8。誰もいないところですよ。ファミレスを経営していこうではないか。ここじゃな。でかくなったぞ、ファミレスが。ファミレス大きめ。なるほど、つながったんじゃ。僕が行きます。お、あー、グッドが多いな。なるほどね。9、10、11、12。これ10に止まることを入れろ。そうだね、10に止まればもうみんなハッピー。カントだけ、カントだけマイナス。やらないっすよ、やらないっすよ。でも9、11、12狙ったら出そうですね。そうなんだよね。意外と意地悪で10出るかなと思って。あ、全然違う、全然関係ないところで。わーい、青だからこれ我々入るでしょ。よし、そうです。いやー、ゲージ意外と意味ないっすね。青いいな、ね、ゲージはね、うん、運ですね、味方するか。立てないっていう手もあるんでね。
お金を貯めたい、貯めとくって言ってもらうんですね。そうですね。だからもしかしたらチームの どちらかは全然立てないで貯めまくる。ゲームセンター出ました。ゲームセンターですよ。お、セイキン、あ、なんかいいマスあんまないね、まだね。よし、じゃあ12で出ない全然、うん、あ、でもなんもない、なんもない、なんもない、なんもないから我々損もね、しないし。なるほど。お、つながった。うわー、うわー、コンボすごいですね。3コンボ、これね、ここのつながった収入が 10% 上がってます。収入が 10% アップしてます。よし、怖いな。うわ、すごいな、これ。うわ、ちょっと俺トミーくん、これどこに止めてもマイナスばっかり。あ、なんかキャラカード使いました。まあ別に関係ないんですけど。関係ない。そんな関係。だからカンタがいいとこ。9かな。そうだね。うわ。9で。こやつら鋭いとこ見てるな。じゃあちょっと僕9狙いますわ。いやー、まあどこに止まっても大した。全然じゃん。大した得もなかった。20あ、全然そんなかった。もう0円になりました。これもうわしらもう余裕じゃない。5か。5ですね、これ。じゃあ行きます。1個で回します。よいしょ、ど真ん中。ゴジャ。おお、だ。これが長年生きてきた力です。おー、いいですよ。ここにしよっか。うんうん。おら。そっち行きましたか。大きいの来ましたよ。正解市場です。正解市場。僕のターンです。3と4行きます。お。正金さん。マイナスさせる。マイナス。なるほど。ハテナが出てるのは多分選べるってことかな。3来い。うん、よっしゃ。ミラクル、ミラクル出しよった。いただきます。それ私マイナスか。あー、ゲームセンター。よし、ちょっとね、ゲーセンいっちゃったもんね。ゲーセンいっぱい使いましたね。ちょっと使いすぎた。ゲーセンでいっぱい使いましたね。お、これ間違いなく11時に出してくださいね、セイキンさん。じゃあ、うわ、8、6。あ、6だ、6。普通に給料が入る。よしよしよし。これで和食屋をね、和食、あ、立てます。5コンボ、5コンボ収入 30% アップ。じゃあ僕4狙いますわ。4狙って外れてもミラクルが 30% の確率で OK。 出た出た、本当にミラクルじゃなくて普通に出たんですか。ミラクル関係なく出ました。関係なく出ちゃった。ちょっとだいぶ建物立ってきたんじゃないですか。そうですね、10に関してはもう全部埋まってますから。多分ここから加速していくんですよ、一気に。一気にね、一気に勝負ついていくんで。じゃあ僕ここに高級フレンチ。うわ、高級フレンチだってよ。これあとコンボなんで。若いね。さあ、私のターン。この辺でなんとかしてえな。結構いいっすね。数字の桁がちょっと変わってる。これは6が一番いいな。6出したい。うじゃあ、ど真ん中、6。うわ、危ない。ああ、作っといてよかった。よし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 、正規我々もね、中腹から。正規よっしゃー。あー、ちょっとね、カンタが3500狙うしかない。ちょっと損してんな。11、12、もうこれ800とか出たらもう3000いっちまう。よいしょ、まずいぞ。うおー、やばいんじゃない。セーフセーフ。どうなった。やられた。よし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 、やばい。それ確かに赤です今。やばい、ファミレスめっちゃマイナスなんだ。よし、みんなに分け与えた。おー、やばいやばいやばい。いいぞいいぞ。陥落した。やった、全然陥落したな。税金がだいぶ一気に増えたね。今ちょうどもう全員同じくらいのコインですね。ここ行きましょう。まだ分からんぞこれは。4コンボ、4コンボくっつけてきたな。確かに4個つながってますね。縦でも横でもね、これコンボになりますね。お、怖いな。11、12、暑いね。12じゃね、やはりね。でも出づらいですね。ちょっと真ん中だ、12の。うっ、どうだ、何なんだっけ。あ、青い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 、大丈夫大丈夫。あ、でも正義水いいんじゃないですか。あ、ラベンダーでちょっと戻って。我々損はしない。損はしないです、青が多いから。安いとこ、じゃあちょっと私これ買っちゃいましょうかね、これ。これ潰しましょう。潰します。やられた。買収。うわ、みかん畑潰してくれ。お金払って。ただ、コンボがね。これはまずい。9コンボ。今の大きいっすね。ちょっと賭けに出てますね。これ10出してくれたらもう我々もう勝っちゃうんじゃないか。ヒカキンさんリーチ出てますよ。リーチ、右下に注目。リーチ。あ、僕本当に10とか出したらやばいですね。あ、正規もリーチ出てる。ええ、やばい。我々リーチです。あ、じゃあ呼んでいくのであればキャラカード使います。うん、うん、あれ、ポイント的になんかほぼ互角だな、本当に。で、こうすれば僕4狙う意味がありますね。これ、うんな、4くんな。よし、近い。誰もいない。空っぽです。すごい、これチャンスじゃない。わしにかかってんな、これ。ちょっとでも今のはやるかな。90のとこちょっと1個潰しますわ。じゃあもうしょうがないんで。いや、もうしょうがない、ごめんなさい。ます、ここを切ります、コンボ。よし、で、逆に僕らが3コンボなんで。もう遅いんだよ。
まずいなまずいっすね。もうなんか後手後手に回ってますわ。カードはでもあんまいいのが出ない。いきますよ。さすが社長だ。ってやるしゃるしゃいらっ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 しゃこれがこれやばいっすね。若さっつうもんだね。はい、若い衆はこれ分かってないんです。おー、ライブハウス、ライブハウス、ライブハウス、EDM で。おお、ちょっと本当やばい。おこれ来てるよ。いよいよだな。まあ三四狙いますかね。まあそうね。え、おお。でも容姿のレベル低いんだよな俺ら。ヒカキンさんからもらいます。480取られる。よし。ああ、せっかくリーチかかってたのにな。だいぶ減らしましたよ。ここちょっとコンボ崩しします。ああ、もうよいしょ。この小細工して。これでリーチが消えるんじゃないですか。あ、消えた。そうですよね。くそ。さ、なるほど。出ないね。出ねえのね。これちょっと大丈夫か。ちょっと四段でこれ。おお、当てたね。ちょっとやばいんじゃない？ただわしらなんかやり取りしてるけど。わしらでやり取り。あーちょっとやばい。いい感じにくれましたね今。あちょっとやばい。ただわしリーチになってるまた。じゃあ僕はとりあえずキャラカード使います。全然社長カード使います。キャラカード多いな。おお、まあね、はいはいはい、いいね。全然リーチ消えないな。8狙いますよ僕。まあ7、9、10やばいからね。よし来い。えっ、うわ、8よっしゃー。完璧です。これ完璧です。やばいぞ。ありがとうございます。これ逆転しましたね。やばいぞ我々。ここでコンボを崩していった方がいいですよね。よし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 。これで潰れるの僕らが5コンボになるんですよ。ちょっとやだね。ただでもでもリーチは消えてないんだよ。リーチは消えてないんですよ。よし、これで66を出せばいくぞ。頼むぞ。社運がかかってるんじゃん。見てないや。よかった。見てないや。めっちゃ嬉しいっす。何にもしない。ここが多分一番コンボの。うん。あ、そこやですね。よし、そこやられね。ここに入りましたね。どうだ。これで一気に潰れたろ。ただ、カンタにお金が今入ったことで。リーチ入ってんな。まずいな。こっちもリーチ来てる。上がりありますね、僕。いや、本当だ。やばい。王冠がある。まずい。八が出ると終わりや。10危ないからね。おお、やばい。10、それは違うぞ。ちょっとお前やばいって。10これいいんじゃない？これわしら、10わしらいいんじゃない？わしら来たんか。これわしらわしらこれ。おお、で僕がリーチになりました。なるほど。ああ、どっちにしてもきついか。ただ正金、でも私わしわしわち、もうなんか正金以外全リーチ。そしたら意外と外れてくる。おお、200きた。さ、これ3100になったかな。よし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 。しかも給料でもってるでしょ。お、惜しいな。なのにリーチが来ない。リーチ来ない。どういうことこれ。物件が悪い。物件が悪いんだねこれね。物件が。じゃあここで。よし。もう最終。うわー、すげー。よしよしよし。最終決断だこのね。僕のリーチ消えましたね。本当だ。それ。よーし。そこコンボ。だから今ヒカキンさんだけリーチだ。リーチですね。地球狙います。10で6。10出たらもう負けです。10出たらもう最高。19、さあ7、え、7、やばい、7はやばい、7はやばい、7はやばい。これ来ちゃったんじゃない？いや、何もなかった。あんまね、あんまね、あんまね。10のここを置けば。そうだね、これ崩すしかないね。お金もうどうでもいい。やだな、やだな、これリーチ消えちゃうかな。いや、多分。おっと、お金は消えないですね。消えない。まずい、まずいぞ。王冠出てる、これ。王冠出ます。出てます。うわ、やばいな。出てる。これはもう。出づらいですよ。11、12、一番出づらいですよ。行くぞ。逆に10出てくれ。わしは出すぞ。10出ろ。10出ろ。6、7も魅力的なんじゃが。うん。行くぞ。怖い。10出ろ。キャラ。10出ろ、10出ろ。10。マジっすか。僕がいいっす。10来たら僕すごいっす、多分。多分。うわ、なんかみんなリーチ入ってるな。お、あ、よしよしよし。僕多分。ああ、よし。ただ次の番まで。そうっす、だから正規もあるぞ結構。リーチというかもう富上がれますからね。僕今上がれる状態なんで。次行ったら終わりだ。僕までお金正金が仕上げないと終わりだ。だと僕からお金を取れる方法。正金さんが、あ、やべ、金入っちゃった。まあまあでもいいんだ、もうどちらにせよ行ったら終わりなんだ。そう、
で僕からいくら取れるかですね。よし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 、やばいな。はい、うーん、よし頼んだぞ。ちょっと全てはここにかかってる。11か12出せば上がり勝ちだ。やばい、これで全てが決まるんだ。これお願いします。本当に俺のターンになれば俺めっちゃ今金あんなから、わしらの勝利決まってるのもんだ。やばい、ミラ頼むぞ。やばい、来てる、あぶねー。銀山で持ってかれたぞ。ファミレスで持ってかれて、全部持ってかれてんじゃないですか。来ましたよこれ。これ僕らの勝ちですね。うわー、僕すごくないですか。どれ出ても勝ちですよ。本当だ本当だ。じゃあ一応記念に投げます。じゃあこれ立てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。勝ちました。いやーやった、もう勝った画面すごいっすね。これ勝った画面ビクトリー、これですね。チッ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、なんかありがとうございます。それでは謝罪会見させていただきます。この度は、大変理不尽な理由で怒ってしまい申し訳ございませんでした。はい、というわけで、すいませんでしたね。いいね、楽しかったですね、すごい。そうなんです、楽しかった、楽しかったですね。はい、というわけで、今回やったですね、マチコロマッチは5分でね、街が作れちゃうというこう軽い感じで遊べるパーティーゲームなので、ぜひぜひやってみてください、うん、はい、で今回ね、僕ら4人で対戦しましたけど、はい、もちろん1人でも遊べますし、うん、みんなでワイワイもできると。で多分ね、皆さん今こうハマってるスマホゲームとかあると思うんですけど、うん、そういうのでこうやり込んでやり込んで、ふぅ、ちょっと休憩、マチコロマッチって感じで気軽にできるゲームなので、ぜひぜひやってみてください。でゲーム中もね、かなり活躍してましたけれど、私ヒカキンのカードありましたよね。あのカードね、絵すごい上手かったでしょ。あのヒカキンカードはケロロ軍曹を描いている吉崎峰さん書き下ろしの期間限定スペシャルカードです。でそのヒカキンカードと可愛い女の子のね、スミレちゃんっていうカードが期間限定でもらえますので、ぜひぜひ、ダウンロードして遊んでみてください。この動画の概要欄にマチコロマッチのダウンロードリンク載せておきます。このヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バーイ。